食卓に並べられたフィリピン料理フィリピン料理はフィリピンで食べられている料理の総称である。鶏肉のアドボカレカレフィリピン料理は中国やかつての創始国であるスペインの食文化の影響を受けている。他の東南アジア諸国では様々な王朝の宮廷の料理人が洗練された料理を作り出していたが統一国家が形成されていなかったフィリピンに宮廷料理は存在しない。 スペイン統治下のフィリピンでは、カトリックの不況を背景とする同化政策が進行し、テーブルと椅子で食事をとる食習慣、カトリックの行事で出される特別な食事、調理技術などがフィリピンの食文化に導入された。支配階級であるスペイン人の食文化は、フィリピン人のエリート層に受け入れられ、他方で公益のためにフィリピンを訪れた中国人の食文化は、 庶民の家庭で受け入れられていく。19世紀はフィリピン人の食文化に大きな変化が起こった時期と考えられており、フィリピン化されたスペイン料理と中国料理が一般家庭に普及していった。19世紀末から第二次世界大戦後までフィリピンを統治したアメリカの食文化はスペイン、中国ほどの影響は及ぼさなかった。アメリカの影響を受けて、 マヨネーズで和えたジャガイモと鶏肉のサラダ、豆料理がフィリピンでも食べられるようになる。また、第二次世界大戦後にはアメリカからファストフードがもたらされた。アメリカからもたらされたものの一つにケチャップがあり、フィリピンではバナナを赤く着色したバナナケチャップも作られている。スペインからフィリピンにラードやオリーブオイルを使って炒める料理法がもたらされ、フィリピン料理に脂肪と、 コレステロールが多く含まれる一因にスペインからの影響が挙げられている。複数の地域にまたがって食べられている国民食とも言える料理にはスペイン風の名前が付けられており、ほとんどがスペイン統治時代に成立した料理である。スペイン料理のコシードに酷似する牛肉、鶏肉、野菜などをニンニク入りのソースで煮込んだプチェーロはフィリピンを代表する料理の一つに数えられ、 庶民の味覚として親しまれている。しかし、スペイン風の名前がついたフィリピン料理の多くは、調理方法や素材が、スペイン料理と大きく異なっている。アサドはスペイン語では、ローストを意味し、セゴビア名物の豚の丸焼き、コチニーリアサドなどの料理が知られているが、フィリピンでのアサドは、中国系移民が伝えたチャーシューを意味している。フィリピン料理の一つであるアドボは、野菜。 魚介類などの様々な食材を醤油とすでに混み、ニンニクで風味をつけた料理であるが、スペイン料理にアドボという名前の料理はなく、つけ汁を意味する言葉、アドバーに由来する。チョリソーでビルバオは様々なフィリピン料理に使われる油分の多いソーセージだが、スペインのビルバオで同じ種類のソーセージは作られていない。スペイン料理と同じくフィリピン化された中国由来の料理も多い。 スペイン人の来航以前から中国から料理、料理法を輸入していたフィリピン料理には使用する野菜、米食の位置づけなどで中国料理と共通する点が多いが、それらのフィリピン料理が中国料理に連なるとは言い難い。スペイン統治時代、レストランでは客であるスペイン人のために中国料理にスペイン風の名前が付けられ、フィリピン風のアレンジを経て、現在は フィリピン料理として親しまれている。フィリピン料理にはパンシットカントンという具の多い焼きそばがあるが、カントン料理にパンシットカントンに相当する料理はない。フィリピン料理には丸い中華鍋が使われるが、中国風の短時間の炒め方はあまり行われない。外国からの影響を一切受けていない、純粋なフィリピン料理をあげることは難しい。16世紀の公開者。 フェルディナンド・マゼランの航海に同行したアントニオ、ピガフェッタは、パラワン島で米を調理した料理でもてなされたことを記録し、マゼラン一行が食べた料理は、スマン、カラーマイ、クチンタの名前で、後の時代でも親しまれている。牛のテール肉を煮込んで、ピーナッツソースで味付けした、カレカレは純フィリピン料理の一つに数えられるが、欧米の食文化に憧れる一部のフィリピン人は、 カレカレを別視している。伝統的にフィリピンでは鉄食が行われていたが、スプーンとフォークを使った食事が一般的になっている。フィリピンには出来たての熱い料理をすぐに食べる習慣はなく、すべての料理は冷ました後に食べられている。大皿に盛られた料理を各人が自分の小皿にとって食べるフィリピン料理の形式は、かつての教食儀礼への名残だと言われている。 皿に盛られた副菜のほとんどは一口大に切り分けられているため、皿に取った料理をナイフできる必要はない。カラマンシーの果実フィリピン料理には粒胡椒、唐辛子などの香辛料、生姜、玉ねぎ、トマトといった香味野菜が使われる。中国、スペインの影響を受けた料理にはニンニク、玉ねぎ、 トマトを味付けの下地とするものが多い。フィリピン料理に用いられる魚醤、ココナッツミルクなどの調味料は他の東南アジア諸国の食文化と共通しているが他の地域と異なりフィリピン料理の味付けは比較的穏やかで唐辛子はあまり使われない。そのため他の東南アジアの人間にはフィリピン料理の味付けは物足りないと感じられることもある。 香辛料が多用されない理由について、他の東南アジア諸国と比べて、フィリピンの島々はインドから離れた位置にあるため、香辛料を多用するインド文化の影響が及んでいないことが挙げられている。インドや、インドと同じ苦料理に、香辛料を使うイスラム教圏からの影響は、フィリピンの一部地域にのみ見られ、フィリピン南部のイスラム教と、ルソン南東のビコル地方では、 辛口の料理が好まれる。柑橘類のカラマンシー安スの他に熟していない、タマリンドの果肉、カミアスの果実など、フィリピンではスッキリした酸味が好まれているが、中国料理のような甘みと酸味が合わさった料理はあまり食べられない。また、熟していないマンゴーやパパイヤも酸味を活かして、サラダ、スープ、甘酸っぱい漬物、アチャラの材料に使われる。 これらの巣は食中毒の予防、生物の保存のために料理に使われる。これは酢に含まれる酢酸によって pH が7よりも低下するため腐敗の原因となる細菌の繁殖をある程度抑制できるという効果を利用したものである。パティス、カラマンシーの汁、塩辛の一種のバゴーンといった調味料で各人がそれぞれの好みの味付けをした上で料理は食べられる。 複数の調味料を合わせて作る漬け汁は、サウサワンと呼ばれ、供される料理に応じたサウサワンが小皿に入れられて、食卓に並べられる。マニラなどの北部地域では、小魚の塩からの上澄み液を熟成させて作る魚醤、バティスが主要な調味料であり、日本料理の醤油と同様に様々な場面で、多用される。一方、南部地域では佳境によってもたらされた中国醤油の、 豊がバティスにとって変わりつつある。ブロと呼ばれる粉レ寿司は玉ねぎなどと一緒に炒めてソース状にし調味料として料理に添えられる。伝統的な煮物、焼き物には生姜が使われ中華風の炒め物、揚げ物にはニンニク、玉ねぎ、トマトで風味がつけられる。菓子以外の料理にも甘い味付けのものが多く、バナナを材料とするケチャップを使ったミートソース、 甘口のソーセージなどが食べられている。ココナッツミルクを使った煮込み料理はギナターンと総称され、ビコール地方ではココナッツミルク入りのアドボが好まれている。炊き上げた白米や焼き魚を除き、フィリピン料理に一種類の食材だけで作るものの、種類は少ない。魚にはバゴーンが添えられ、シチューやスープといった汁物には多種の野菜、肉、魚介類、麺が入れられる。 鍋に入れられる材料には、主従の区分がなく、食材の組み合わせ、調味料、調理法によって、料理の内容が決まると言える。フィリピン人は1日に、朝食、昼食、夕食、午前と午後の2回の間食の5回の食事をとると言われている。都市部の朝食では、塩パン、農村部では、炊きたての白飯か昨日の残りの白飯を炒めて作る、ガーリックライスが食べられている。 朝食の付け合わせには、卵、干し魚、タパ、トシイノなどが出される。もち米を柔らかく煮て、ホットチョコレートをかけたチャンポラードは、特別な日に出される朝食である。スペインからもたらされたメリエンダの習慣は、多くのフィリピン人の間に残り、白米と、副菜、麺類、肉まんが食べられている。プットボンボ、プットといった米を使った、菓子類、スマンや、 タマレスといったちまき、ハロハロなど様々な料理がメリエンダーの食卓で供される。かつてはスペインと同様に量が多い昼食が食べられていたが、昼食とメリエンダーの内容の違いはなくなっている。遅い時間に夕食をとるスペイン風のスタイルは、スタレ、早く食事をとるアメリカ風のスタイルにとって変わられた。フィリピン料理は少なくとも8の地域に分類することができる。 マニラ近辺では、ヤシ油やラードを使った炒め物が主流になっており、メトロマニラ周辺は最も料理が洗練された地域と言われている。ルソン島中央部のアンヘレスは、豚の耳、内臓を玉ねぎと一緒にみじん切りにして炒めたシシ具で知られる。ビコール地方の料理は、海産物とココナッツがふんだんに使用され、唐辛子が多用される点に特徴がある。 マニラ北のパンパンガでは、スペイン、メキシコ、中国の食文化が濃く受け継がれており、中でもスペインからの影響が強いと言われている。イロコス地方は野菜の種類に恵まれ、料理の味付けにバゴーンが使われることが多い。倹約家が多いイロコスでは、食材が無駄なく使われ、シンプルな調理がされている。ルソン南東部のビコール地方の料理は辛い味付けがされ、 細かく切った豚肉、エビ、野菜をココナッツミルクと唐辛子で味付けしたビコルエクスプレスが名物料理として知られている。周辺を海に囲まれたビサヤ地方の島々は魚介類に恵まれており、新鮮な食材はすじめ、炭焼き、ふかつといった簡素な調理が加えられる。ニンニク風味のワンタン入りスープのパンシットモロは色々いろいろの名物料理である。 甘みのある汁に麺を入れて、豚のレバーと蝶の小口切り、スライスして揚げた、ニンニク、長ネギを乗せたバッチョイは、西ビサヤ地方の名物である。ミンダナオ島に多く住むイスラム教徒は、戒律に則っ,って豚肉は食べず、あらゆる料理にココナッツミルクと唐辛子を使う。ミンダナオのイスラム料理の一種である、香辛料と香草が複雑に組み合わされたカレーに似た料理は、 た地域のフィリピン料理には見られないものである辺境地帯に居住する少数民族の間にはさつまいもや茹でた調理用のバナナに塩やバゴオンを添えて食べる質素な食生活が存在するバナナの葉で包んだプトフィリピンの主食は白米であり副菜を乗せあるいは白米と副菜を混ぜ合わせて食されており潮流種のインディカ米が用いられる 米のとぎ汁は、スープなどの調味料、カラシ菜の漬物の漬け汁、砂糖やしのアク抜きなどに再利用される。フィリピン料理のスープとして、有名なシニガンはとぎ汁に、果物で酸味を加えたもので、白米にかけて食べられる。フィリピンでは、グイルの粥であるアロスカルドを、中国風の米だけの粥のルーガウも食べられており、ルーガウは、他の皿に盛り付けられた具を好みに応じて乗せて食する。 のの葉でで編んだ小袋ににに米を詰めてててて茹でたプトはおおぎりりく似ておりビサヤ地方の郷土料理として知られているアロスアラバレンシアーナはココナッツミルクでもち米を炊き上げたフィリピン風のパエリアでオリーブオイルの代わりに植物油、サフランの代わりにターメリックが使われている通常アロスアラバレンシアーナにはスペインのパエリアと違って 魚介類は使われず、魚介類が使われる、アロスアラバレンシアーナは、パイリア風と呼ばれる。米以外にトウモロコシ、小麦、タロイモ、ヤムイモ、マニオク、サツマイも、料理用、バナナ、サゴヤシデンプンもフィリピン料理の主食といえる。教会や欧米文化の影響によって、フィリピンでは、パン、ケーキ、クッキー類もよく食べられている。塩パンを意味するシンプルなパンでさる。 スペイン風の甘い菓子パンの塩菜マーダの人気が高い。麺類はパンシットと総称され、軽食の場で食べられる。ミキやカントンのような中国風の麺、米粉から作るビーフン、ソータン本ンなどがパンシットの種類として挙げられる。焼きそばのようにパンシットを肉や野菜と炒める場合、2種類のパンシットが組み合わされることもある。長い麺は長寿につながるとされており、 焼きそばや焼きビーフンはフィリピンの祝祭に欠かせないものとなっている。雨量が少ないセブ島、ボホール島では稲の代わりにトウモロコシが栽培され、制白して米粒大に砕いたトウモロコシを白米の代用品として炊き上げる。レチョン肉類では豚肉が最上とされ、ついでアヒル、鶏肉の順に陳重されている。食材を無駄なく使うフィリピン料理にはレバー、 胃袋、肺臓、腎臓、腸などの内臓を使った料理も多く存在する。酢を入れた豚肉の煮込み料理は、パックシューと総称される。豚の丸焼きであるレチョンは、フィリピンの祝祭に欠かせない料理であり、レチョンの皮を素手で上手に剥がして食べられるかどうかが、マナーの物差しになっていたと言われている。レチョンのソースは焼いたレバーから絞り出す汁を材料とし、 各家庭ごとに異なるレシピが存在する。また、レチョンとともに、豚の血や、内臓の煮込み料理である、ディヌガンも作られる。肉を焼き上げる際に滴り落ちた油は缶に集めて、再利用し、祭りの後に残った豚の頭や骨付き肉はぶつ切りに、して残った、ソース、ニンニク、玉ねぎ、酢と共に煮込んで食べられる。ステーキはアメリカからもたらされた調理法であり、 ビーフステーキの注文の際には、部位だけでなく国産牛か輸入牛のどちらを調理するかを指定するシステムになっており、フィリピンではアメリカ、オーストラリア産の輸入牛が好まれている。過去には、賢肉も食べられていたが、現在県食は法律で禁止されている。孵化直前のアヒルの卵を茹でたバロットは、 見かけの悪さのために食卓に出ることはあまりなく、露店で売られているものが購入される。島国であるフィリピンは海産物に恵まれ、様々な魚介類が市場に並んでいる。魚は主要な副菜になっており、主要なタンパク源でもある。調理された魚料理を皿に盛り付けるとき、魚の頭を左右のどちらに向けておくか特に決まりはなく、背が手前に向けられている場合もある。 漁師が取れたての魚をばく場合を除き、生魚が食べられることはあまりない。気に入らうは、生魚の切り身や牡蠣にカラマンシーの汁、ニンニク、生姜、玉ねぎ、唐辛子、食塩などで味をつけたすじめである。芝エビは炒め物やビーフンの具材として欠かせず、淡水に住む小エビは野菜と共にうこいというかき揚げにされる。うこいは日本料理のかき揚げと異なり。 エビの頭と殻から取った出汁で衣を特典に特徴がある。緑以外はムール貝の代用品としてニンニクやキやパエリアといったスペイン風の料理に使われる。地中海風の魚介類のスープであるブイヤベースはフィリピンでも食べられているがフィリピンのブイヤベースはエバミルクが使われるクリームスープになっている。海、川、湖で獲れた魚介類を利用した郷土料理は フィリピン各地に存在する。サワガニに似たタランカのペーストであるタバナンタランカは、パンパンが地方の名物、ニシンカのタビリスの塩焼きは、バタンガス地方の名物として知られる。タバナンタランカはネリウニにも似ており、フィリピンのキャビアとも呼ばれている。ビコール地方で取れる、世界最小の魚シナラパンは、オムレツの具材や干物にされ、タールコで取れる、ニシンカのタビリスは、 珍味として知られている。フィリピンでは、イクノナが料理に使われることは、ほとんどなく、カラシナの漬物も炒めて、あるいは煮て食べられる。農村部では、生のままのマンゴーや、カシューナッツの若葉を味付けして、白飯のおかずとし、漁村では塩、酢、玉ねぎなどと生の海藻をあえて食べられることもある。生野菜が使われる、料理の一つに、生春巻きがあり。 レタスや炒めた野菜が入れられる。雨量の多いフィリピンは、キノコの種類も多く、キノコは白飯の付け合わせやスープの具材にされる。フィリピンの都市部では、昆虫食は行われていないが、山間部には昆虫を食べる人間もいる。バッタは、昆虫食が行われている地域に、普遍的な食材であり、乾燥させた後に、土鍋で焼いて食べられる。ルソン島北部では主にケラ。 コガネムシの成虫が食べられ、コガネムシは足、頭、全頭を取ってアドボにされる。コルディレラには伝統的に昆虫を食べる少数民族が多く、バッタ、コガネムシ、ゲラ以外に、アリ、ゲンゴロウ、ヤゴなどが食べられている他民団の党の山岳民族の間にも昆虫食の伝統が存在し、各地で食材にされる昆虫は炒め、あるいは茹でて食される。 ハロハロフィリピンでは清涼飲料水とコーヒーが広く飲まれ、朝食ではスペイン風のホットチョコレート、薄味のコーヒーが安飲されている。コーヒーの木を栽培しておらず、インスタントコーヒーを購入する余裕もない農民の場合、朝食には黒米を使った代用コーヒーや潰した生姜を煮立てたジンジャーティーを飲む。メリエンダではソフトドリンク、コーヒー、ハーブティーが飲まれているが、 茶は飲まれていない。セブンアップ、ビールなどの炭酸入り飲料は食事中の飲み物として出され、バーベキュー、煮込み料理、蒸し煮の調味料にも使われる。暑い気候のフィリピンではビールが暗飲,飲されており、サンミュゲル、ビアナビアなどのブランドが存在する。ココナッツジュースもよく飲まれており、ところ天井に削ったか肉を加えたり、果実や砂糖で酸味や香りを補うこともある。 ヤシの加賀を切って採取する甘いジュースのツバはかつては黒砂糖の材料とされ、ミンダノ島ではツバを発酵させて作る酒が飲まれている。南タガログ地方では、ここヤシの上流酒であるランバノグ、イロコス地方では砂糖キビ酒のバシが飲まれている。メリエンダに出されるハロハロは、かき氷とココナッツミルクに豆、米粒、果物など様々な材料を混ぜ合わせた評価である。 混ぜこぜを意味するハロハロは1920年代にフィリピンを訪れた日本人が考案した料理と言われ様々な文化が混合したフィリピン文化の例えにも使われる紫色の芋である梅はアイスクリーム、ハロハロのあん、蒸しパンであるプト、プディングなどのデザートの材料に使われるケイソンプティなど水牛の父から作るチーズは菓子の代わりもしくは菓子の添え物として 食後のデザートで出されることが多い。様々なフルーツとシロップ付けにした、砂糖やシのミデアルカオン、ナタデココなどを和えたフルーツサラダはパーティーでデザートとして供される。豚肉のシニガン牛肉のカルデレータをかけた白飯、スマンレチェフラン。ありがとうございます。